結構降ったね、きっと。昨日、すんごい雨が降って、そんなに長い時間じゃなかったんだけど、いっぺんに降るからね、驚いたよ。うちも雨どいが溢れてました。さっき何キロ手前だあれ、とにかく県境を越えたんだけど、ずーっとこの川沿いというか沢沿いに上がっていって、これでまあ田口峠に至るわけなんだけど、一般的には尾根とか峠とか川とかそういうところが県境になるんだけど、なぜか県境を決める時の長野県側の役人様が領地は広い方がいいって思っていた節があり、なんか峠ってスパッと決めないで鶏が鳴いたら同時に出発して落ち合ったところを県境にしましょうつったらこんなことになったらしい。まあどこを出発したんだったかちょっと忘れちゃったけど、長野県側の役人様は鶏が鳴く前に鶏を泣かせて、はい、泣きました、出発って出てきたらしい。そこまでして領地を広く取りたかったらしい。なので、県境のところには、この先、まさかっていう看板が立ってんだけど、要するに県境を越えても、まだ長野県側の集落がありますよっていう意味。なんかその後の調査で、あそこの県境っていうところまでお役人様が来て帰っちゃったらしいんだけど、まさかあんなとこにまだ集落があるとは思いませんでした的なことでまさかになったっていう話？本当か嘘かはわからない。林道広川原線行ってみたいけど何もないのがわかってるのでパスします。
誰か行った人いるのかな。どこまで行ってんだろう。峠よりもだいぶね、こう群馬側に来たところの集落なので、生活圏は昔から、まあ、群馬側、南牧村、下仁田町、富岡の方に行った方が便利だったっていう話で、学校だってそんなちっちゃい集落のために作れなかったから、南牧村の小学校、まあ当時南牧村じゃなくて、小沢村だったんだけど、小沢小学校、小沢中学校に通っていたっていう話だよね。まさかから星尾に抜ける道があるにはあって、今すっかり耐えちゃった道なんだけど、そこをね、通って、通学したかどうかはわかんないけど、まあ日常的に往来があったという話も聞いた。その後、その広河原なり、まさかなり、群馬側で暮らしてるんだから、群馬の一部になりましょうっていう話し合いがあったらしいんだけど、全会一致とはならなかったので、変なしこりを残さないために否決したと。そういうことだったみたいね。それから何回も言ってますけど、ネットの書き込みで、中部電力 60Hz と東京電力 50Hz が、あぜこぜの混在ですみたいな、お前調べもしないで書いたんだろうっていう記事があるんですけど、あれは嘘です。あそこは東京電力から来た 50Hz で統一されています。要するに南牧村と同じ規格ね。ただ、あの停電騒ぎの時に、広河原と真坂の電力契約は、中部電力が引き受けることになったみたい。で、中部電力が引き受けて、東京電力から買った電気を再販売しているということになるのかな。結局 60Hz に変更になったっていうことではないみたいね。50Hz のまんま、東京電力から来た電気のまんま、契約先が中電になったとかいう話です。誰か、まさかか広河原で電力契約した人いないかな。知り合いにはいないんだよね。このカーブの番号がね、増えてくっていうのはちょっと不思議。こういうのってさ、県の外側に向かって大きくなっていくもんだと思ってたんだよね。ところが県境から数え始めて、どんどん数が増えていく。今ここ56じゃん。ここ57なのよ。そしてここは58なんですよ。林道星尾線、林道星尾線は星尾峠の方に行く道で、やっぱり切り出しなんかに使ってたことがあるんだけど、そんなにね頻繁に使ってない感じなので、使ってない期間は結構溝だらけのでっこぼこのぐっちゃぐちゃで歩くのも大変。
い、十和口峠。で、第一トンネル。木漏れ日嫌だね。木漏れ日苦手なんですよ。ほんとやめてほしい。明るいとこしか見えない。このぐらい薄い木漏れ日だったらまあなんとか大丈夫。